ようございます。おはようございます。めっちゃ密着です。お気に入りの喫茶店は見つかりました？いやもうお気に入りの喫茶店ばっかっすね。え、そうなんだ。超久々に一人焼肉に行ってきたんですよ。うん、すごい。なんか焼肉を、うん、全品290円っていう、デカデカと看板、電光掲示板とかにも、うん、もう全商品290円とかって言って、入ったら全商品350円です。真冬も半袖だった気がするんだけど、長袖嫌いなんですね。そうなの。でも冬でも半袖でさ、野菜入れたりさしてるからさ、寒いですよね。こっちじゃない、そっちだ。あ、こっちですね。ロピペディアでございます。車の中でもシェフの動画を流してます。ありがとうございます。SD。
してっていう感じですね。まあ僕は編集この時間にやるって感じです。あとはこの KF マフィンさんというね、なんかマフィン専門店をネットで始められた方が先日視聴者さんで来てくださいました。ありがとうございます。ありがとうございます。でもお目見もらったもんね。そうですね、マロンアンホワイトクランブルマフィン、全部一緒なんですか、ね、全部一緒みたい。うん、いただきます。いただきます。あとはじゃあ、ディナーシーンですね。ディナーシーンまでこれで飛ぼうと思います。ということで、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。じゃあ乾杯しましょう。めっちゃ寒いですね。寒いでしょ。じゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした。いただきます。あー、温まるわ。あ、でも焚き火やっぱちょっと若干温かいね。そうですね。そっちまで熱いってます？煙が来てますね。なんでこのいきなり焚き火のこの感じなのかなっていう。多分ね、視聴者さんは。じゃあ外で焚き火しながら撮ろうかとか言われたんでびっくりしましたけど、なんで焚き火と思って。いや、なんかちょっと空気感出るかなって。ああ、なるほどなるほど。雰囲気がね。雰囲気が。そうでね、まあ今日、まあ、なんでこんな感じで撮るかと言いますと、先にちょっともう発表しようかなと思いまして。はいはい、キャップ選手11月いっぱいで。おやめになるでありんす。まあキャップ卒業ということでございましてね。そうなんですよ、まあ3年間やってきたわけですけど。そうですね、あっという間でしたね。いやでも本当あっという間だったね。まあ半年ぐらい前にはもう、うん、今年でやめますっていう話はしてたじゃないですか。 そうだね、うん、もうそっからもう早くないですか。めちゃめちゃ早かったね。すっごい早いですよ。そうだからもうその話はねもう結構前から決まってたんですけど、そう、そのねちょっとご報告をがありましたので、まあちょっと焚き火でも焚きながらと思って ね、僕が焚き火大好きだから、そういうことなんですよ、用意してくださって、パチパチやってますよ今でね。まあせっかく、まあまだまだね、そうは言っても今月まだありますんで、はい、まあ、まかないシリーズもねちょっとなるべく時間取って、もうあと最後になってくるんで取っていこうと。ちょっと多めにということですね。多めに。そうですね、まあ、ただね疑問だと思うんだよ、なんでキャップやめちゃうの今のタイミングで。そう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 、多分視聴者さんもねいろいろ疑問あると思うんで、あ、じゃあコメントに書いていただきましょうか。そうですね、そうですね、そっちの方がいいですね、うん、なんかキャップに聞きたいこと、もしあすっごい火の粉がバチバチ火の粉が飛んでこない用のやつなんだけど、まあ、キャップに聞きたいこととか、まあ、なんでそれこそなんでやめんのとかいろいろあると思うんでコメントください。最終日はね、キャップ頑張ってね会ということで、やったーなんか用意してくれるんですよね、いろいろ美味しいものを。まあまあまあ、そうですね、美味しいものをねすっごい飛んできますね。すごい勢いだね。まあそれもねちょっと動画にもしますんで、
その時にあのいただいた質問にちょっと答えてもらうみたいな、はいはい、感じにしようと思いますんで、ぜひキャップに最後聞きたいことありましたらコメントください。コメント待ってまーす。待ってますよ。待ってまーす。待ってます。お、本当だ、あったか、あったかいでしょ。ちょっと場所を変えまして、優しいんでね、シェフはシェフは優しいんで、そう、ポイントを稼いでおこうかな。そんな感じでございますよ。ちょっとね、寂しくなるなっていう部分はありますけれども、まあ料理人ってね、でもそういうもんなんですよ、結構ね。いろんなところを移るもんなんですか。そうそうそう、それが全てじゃないんだけど、はい、あの一つの場所で長きにわたってっていうのももちろんそのやり方だし、まあ、僕の場合は結構いろんなところこう行ったりしてっていうやり方だったし、まあそれこそいろいろなんだけど、辞めることについてはね、本当にまあ料理人の本当にそういうところ、そういうもんみたいな、なるほど、部分あるんで、僕もこれからもういろんなところ、まあ、いろんなところ行くかどうかわかんないですけどまあもうちょっと経験を積んで、うん、まあそうですね、まだ若いんで。まあそうだね、僕はまだ若いんでいやいやいや、なんかその何それ、自分のお店やるほら予定っていうかね、そうですね、目標があるんで、やっぱね、自分のお店持つとなかなかね、もうスパイになっちゃうから、あの他のお店行くっていうのは。はいはい、そうそう、だからやっぱりその修行時代というか、お店持つまで割と自由に動ける、その時にやるっていうのは大事だからね。残りのまかないシリーズのね、キャップの勇姿を目に焼き付けていただければと思います。じゃあ最後締めてください。よし、いきます。じゃあね、今日はあの私のね、会社の報告ということでやらせていただきました。それではチャオキャプテンに今日はまかないを作って気が散るというパスタで代用するってのはどうですか。訪問販売ピンポーン。え、バグちゃん、そうですね、あ、ダメだいや、いい、え、いい、逆にいい、あ、逆にいい感じ、元にいました、こんなのそう、こまねほげありがとうございます。オラホのキャベツ食べてけろオラよいしょ、うまい。食事制限中なんで、まあこれぐらいでね、なんでまあまあこれぐらい、今買っちゃう。いや、それラーメン、鶏肉でしょ、鶏溶けたら鹿はい、なんすか、なんすか、それてめえ味噌ですか。てめえ味噌多分手前味噌だと思う。手前味噌ですね、強さ、優しさ、勇気みたいな、そういうのを感じる匂いかなと。うん、美味しい、これ、あ、美味しい、これ美味しいっすわ、うん、うまいっす、わかる、俺の最初の時よりいい感じ、わかる、わかる、わかんないだろう、先週もどこ使って言ったかわかんない最後の方、あ、やる気満々マンですよ。だか、そう、アクフグがわかんない、口の中に広がる蜜輪、うまいっすね、これはマジっすよを倒してチーズが溶けるまで、ジャンキーですね。うん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 、はい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 、うん、思ったよりね、硬い